えーはい、皆さん、こんばんは。はです,、えーっとですねえー。今日は、ね、あのなぜ、えー、中国語を学んだ方がいいか、まあ、中国語を学ぶことによるあのメリットを話します。えーっとですねまあ、まずはです、ね、あの最近、中国は、ね、世界第2位の経済大国となりました。 えー、それがもちろんあの一つの理由です。はい、あの英語圏があの1位で、えー、中国語圏が2位、えー、そして、まあ、その次に日本が来ますね。はい、そしてですね,、えーっとですねえー、日本人にとってですねやっぱりあの学びやすい言語ですよね。まあ、これも当たり前です。はい 大体、えー、日本人が漢字の、ね、読み方ピン覚えてしまえば、まあ、あとちょっと文法を覚えればね大体、えー、読めるようになってそれで、あのーまあ、いざとなれば筆算で全然いけるような状況になってきます。<laughs> えー、あとですね、まあ、これはあのー、結構特殊な事情なんですけども、えー、中国と日本って あの高等教育を受けた人間が意外と英語をしゃべれない国なんですよあの。まあみんなじゃないですよ、しゃべれる人はしゃべりますけども、えー、例えばね、日本人、えー、日本人って結構ね、あの早稲田とか慶応とか、えー、東大とか出ててもあの、社会人になって英語が全然しゃべれない人いますよね、もう忘れちゃったっていう人。 えーとね、これが、ね、あの海外になると意外とこういった人がいないんですよ。えー、なぜかといえばあ,のある一定以上の、えー、教育っていうのは英語で受けてるんですよ。あの例えば、ね、あの香港とか、えー、シンガポールとか、えー、そういった国では、えー、高等教育は英語で受けてるんです。えー、だから彼らはあの、えー、永遠に英語をしゃべるんですね。 えー、というのもねあ,のある一定以上のレベルの教育を受けようと思うと,、えー、と英語でしかあのテキストが手に入らないっていうのがあるんですよ、うん、そうなんであのもうずっと英語をやり続けるんですねそれが例えば日本とか中国とかだとね結構ね結構な知識とあの専門知識を自分の国の言語でやれちゃうんですよねそんなわけで結構ね、えー、高等教育を受けた人間が 英語喋れなないいっていう状況なんですよねこれがですね他の海外になると例えば、まあ、スペイン語圏フランス語あとドイツ語大会あの,あのまともな教育を受けた人間って高等教育に受けた人間ってどうせ英語喋るんですよだからなんかビジネスしようと思っても、まあ、基本的にはねあの全然英語で構わないっていう状況になってくるんですよね。 はい、全然教育受けてない人は本当にあの無視なんですけども例えばねヨーロッパ言語のところってもともと近いんであのかんなりすぐ覚えちゃうんですよちょっと教育受けてると、うんまあ、もちろんねあのそういった国々の、ね、文化が好きって言えばあのそういう、えーまあ、そういった国々の言語を覚えればいいんですけども、えー、大体多分ね日本人だったら。 えー、英語と中国語ができたら、えー、かなりいけるはずなんですよ。で中国語が、えー、できると何が起こるかっていうと、あのー、ん中国人ってほぼ世界中にいるんですよね。うんまあ、日本人と違って。で、えー、中国人例えばねあのホテルとか泊まろうとしてあの中華系のホテルに行くとやっぱね、あのー、ちょっと安い。うん そこでちょっとあの少し中国語しゃべれると、なんか全然なんか安いホテルに泊まれたりとか、安いサービスを受け入れたりすることが多い、そういったメリットがありますね。例えばね、逆にね、何ですか、韓国語を覚えました。韓国の人口って多分4000万人ぐらいですよね。 えー、中国の人口はまあ13億とか,なんかそんな感じの数字ですよね。えーまあ、商売する時にどっちの言語を覚えた方がメリットありますかで、おそらくね、韓国もねあの、他の東南アジアの国とかと同じであの、ある一定の以上のレベルになると結構英語喋れるんですよね。うん、まあそんな感じでね。あのー 中国語はねあの、非常におすすめです。日本人なら、うん。もちろんね、英語もできた方がいいですけどね。はいまあ、そんなわけで、あのー、リンチーでした。それでは皆さん、最初